はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回はですね、こちら、ニンニクの芽が、安く売ってたんで、それを醤油と油と、あと、なんだっけ、ラー油で炒めました。これをね、つまみに。はい。ハードシードル。です。機敏ですね。リンゴ弾ける爽快シードル。アルコール度数 4.5%。容量が 290ml で、原材料がリンゴ果汁と発酵リンゴ果汁と酸味料と酸化防止剤です。甘くなく爽快にごくごく飲める味わいのリンゴから作ったお酒。原料としてリンゴ 100% 使用。賞味期限は、7月までなんで大丈夫です。まあ、いわゆるリンゴジュースですかね。乾杯。あ、と思ったらあれだわ。ビールっぽい。なんかビールっぽい、酸っぱい。あ、全然甘くないよ。なんか酸っぱいビールみたいな味する。うん。うん。リンゴの芽じゃねえ。ニンニクの芽美味しい。これ肉と、レバニラ炒めみたいな。ニラの代わりにこれで、レバーとかにしたら絶対うまい。あいにく、肉がなかった。うん、うまいわ、これ。値段60円だったから。安っと思って。ニンニク好きなんで、ニンニクの芽ってなんだろうと思って。買ったらうまい。うん、ちょっとニンニクの味するね。ごくごく飲めるはいいんだけど。まあ、リンゴの、なんかリンゴのビールみたいな味ですかね。酸っぱい。酸っぱい。リンゴ風味の甘くないビールみたいな。こんな感覚。うまいかって言われると、微妙ですっていう。感じかな。なんか微妙だね。結構酸っぱいんで。で、それでいて苦くないんで、ビールですかと言われるとビールではないですね。んで、チューハイですかって言われると、全然甘くないんでチューハイではないです。っていう。なんか、どっちつかずの。
微妙な味。特にコクもないし、さっぱりしてる。まあ、飲むなら夏ですね、これ。どうでもいいんだけど、ニンニクって生ですりおろして食べるとすっげえ辛いんだよ。買ってきたやつをもうすぐに皮むいてすりおろして、でそれをそのまま食べるとむちゃくちゃ辛い。死ぬほど辛いか。悶絶レベル。まああれと同じだな。ネギと。ネギもさ、ネギの白い部分。まあたまーにさ、味噌つけて食うんだけど、むちゃくちゃ辛い。あんな感じの我慢できない辛さ。唐辛子よか。絶対辛いよ。辛いけどうまいんだよな。ネギ。ネギ生で、味噌つけて食うとさ、うまいんだよな。辛いんだけど、あれは、なんか風邪とかの、まあ、予防とか。にはなります。抗殺菌作用とか。これは微妙です。コクはなし。甘みもなし。香りは、1133です。ご視聴ありがとうございました。